あもしもし僕、居色っていうんですけれども、居色さん、はい。僕が配信、今やってるんですけども、配信始める前に、着物さんの配信をちょっと見させていただいてまして、うん、そちらで着物さんのトツに上がった際に、居色、面白いねということで<ー>、えー、配信やってみればという形で拾っていただいたんです、ねうんうん。ははい、ははい、はいいい で配信を始めて数か月後に着物さんの方からうちと契約しないかという話を提案していたんじゃあいいじゃないですか契約っていうのは従業員としてってことその時は業務委託決めたで、ね、ああはいはい、はい、業務委託ね、うん、でその際に着物さんの方からこっちに引っ越しておいでよという話がありましてでその際に家賃の保証と生活費を出してあげるよという話の条件で、うん、生活費も じゃあ僕はよろしくお願いしますという形でこっちに引っ越してきたんですよ、うんはい、で最初はその着物さんの従業員の方と一緒にシェアハウスという形で契約した物件に2人で住むっていう話だったんですけれども<ー>でその賃貸を探している際に着物さんからまた提案を受けまして、うん、着物さんが知っている物件今すぐ紹介できるよっていうところでそこにその仕事を一緒にやってる方と住むことになったんですよ、うん、そこで約半年間ほど その条件で本当に家賃と光熱費は、うん、着物さんが支払ってくれていたんですよ、うん、そこをものすごく感謝はしているんですけれども、うん、そのタイミングで、まあ、着物さんも業務委託契約を僕と結んでいて秘密落ち契約も結んでいて、うん、まあ配信頑張るっていう話で、うん、そこに引っ越していったんですけれどもこれ本当に僕の落ち度なんですけれどもいえいえい僕が動画を投稿しなくなるっていうシーズンがありましてメンタル的ないやんあれでってことですか そうですね、うん、そこで、ま、着物さんの方から、ま、何もやってないやつに支援することはできない僕もそこは当たり前だなっていうふうに思ってまして引っ越してきたから半年後に、うん、え僕はそこから家賃の引き落としがスタートしたんですね自分の払うようになったってことねはいでそのタイミングで、うん、そこの家賃、ま、その賃貸ですね僕とシェアハウスしてる同居人の方で半分半分で支払っていたんですよ、うん、金額がその家賃10万円なんですけれども 半でで約20万なんですけれども、うんうん、僕が実際に使えるスペースって五畳一間なんですよでその家賃半分払っているにもかかわらずリビングは着物さんの撮影スタジオだったりとか荷物置きに使われていて僕の部屋には僕が離席してる際に勝手に入られたりとかもしていてほう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 まあ正直プライベート空間というものは全くない状況なですなるほどねまあそれは嫌だな勝手に入られるとは。はい でまあそういったところがちょっと不信感はあったりとかしていてうん、うん、なるほどね、うん、で5畳1間で家賃10万プラス光熱費プラスまあ食費っていう面で考えたら生活費って結構厳しくなってくるじゃないですかまあてか自分で借りた方がもっといい物件ありそうだね <laughs> そうですそれで着物さんに何度か相談したんですよ、うん、一人暮らししたいですっていうお話をしたんですけれどもその際に着物さんからはなんでなのというまあ当たり前なことを聞かれまして その引っ越したい理由ですね<う>僕はそこで正直一人暮らしした方が家賃安いっていうふうに思っていたので生活費が厳しいという僕の気持ちとプライベート空間がないというので、うんうん、一人暮らししたいですっていう相談をしたんですようんうん,、うん。なんみんな嘘って言ってるけどなん勝手に自分の部屋に誰かが入ってきたっていうのは事実だの、はい、事実ですおうまあじゃあ今一人暮らししたいっていう理由正当な理由があるね そうかねもう厳しいっ,っ,てって話を1回2回だけだよってお前ら自分の部屋に1回2回でも入られたら嫌じゃないってか1回でも嫌なんだけど <laughs> 何このコメントやばくない ?1 回2回だけだろって言ってるやつお前らの部屋じゃあ1回2回入っていいんだお前らがいない時にいいんだ好き勝手していいんだそうなるけどああはいすみませんちょっとあの頭が悪いあのリスナーがさすがに多すぎて言っちゃいましたすみませんその際に金銭面も厳しいという相談をしてバイトも始めたいという話を したんですよ着物さんに、うん、木さんの方からは株ありがたみに属していてバイトするのはダサいっていうのとその金銭面的に厳しいんだったら、まあ、お金は正直貸してあげるというふうには言われたんですけれども、まあ、家賃も高くて生活費も払えない中さらにお金を借りると、うん、ま,あまた辛くなってしまうなという点から、まあ、アルバイトをした方がいいなっていう判断になって、まあ、結果的にダメというふうに言われてしまってバイトダメって言われるのも意味分かんないね業務委託なのにね。でまた そのなんてんていうですかね <coughs> モラハラとかかっていうんですかねモララハ僕自身のやっている活動とかに対して、うん、まあアドバイスというよりは正直文句とか、まあ、そこはでも業務契約委託や専属契約を結んだ後だったので出るのは分かるんですけど池ケカ配信者同士でユニットを組んで企画をするという会があったんですけれども。 そこで最初着物さんからは承諾を受けていたんですよえっていうかそんな承諾も着物がなんかよしあし決めないけんのそれそうですねそういう方針なのなんか君がなんか逐一何かをやるときに絶対着物の許可が必要なのあそうですへえー、やばいねなんでやね、まあ、そういったユニットの活動とかも許可を得ていたんですけれどもなぜか急に強制ストップをかけさせられてしまったりったおそれはなんか理由があるんじゃない最近も えー、引っ越しの相談をしたんですけれどもその際に着物さんの方から、まあ、引っ越ししてもいいし、うん、そういったユニットの活動をしてもいいけど「まあ、巨色」という名前名義は使わせないえっっていうふうに言われてしまってほうでそこで僕正直ちょっと不信感またさらに抱いてしまってでそんな感じなんだ着物裏ではな,、うん、なんで名前使わせられないこの「巨色」っていうのは君が付けた名前じゃないそれとも着物が命名した名前なん 最初は僕が自分で名前つけたんですけども、うん、着物さんに拾っていただいて去年の10月頃に専属契約書を結んでしまってて、うん、まあ契約書的に辞めた場合あの契約解除した場合あの名前を使えさせないっていうふうにちゃんと記載してあったので、うん、契約書にでも書いてあるんだ、はい、書いてあったんですよまあさんあしょうがないね、まあ、そういう契約書にサインしてしまったからねはいで僕 業務委託契約だったりその先祖契約を結んでるのでほうれん草はしなきゃいけないのは当たり前だと思うんですけどもそこを僕が怠った際に、うん、24時間監視生活が始まったんですよえ何ですかそれは人権侵害じゃないですか本当なら起きてから寝るまでの間、うん、特定のディスコードサーバーにまず常駐しなきゃいけないんですよえ音声ありでそうですちょっとそれやばいよ会社がやってるなら着物本当ならね それ証拠あるんですか通話に上がっていた証拠というものはないんですけどもそれを執行しろという証拠は取ってありますええー、それはやばいぞ本当ならそういったところからすぐにでも早く家を出たいという状況精神面金銭面で辛くなり出たいよね勝手に部屋入ってくるようなやつがいるところね、はいまあ、勝手に物件を契約してしまったんです僕自身の名義で<あ>すぐにでも引っ越したいというなるほどねでそれをつい2日前ぐらいに着物さんに直接、うん 引っ越しますというのと契約解除をお願いしますという話をし理由もその時に話したんですよ<ー>でその時の話し合いでは、まあ、これはでも株ありがために属してるから廃止には出さなきゃいけないっていう話だったんですけどその時の言い方としては、うん、1>, まあ1年間半楽しかったのもあったっていうふうにあっちが言ってくださってて拒食、うん、が悪いようにはならないようにこっちから報告しとくっていう話だったんですよななののににに次の日になった時に 木物さんが配信を取ってものすごい事実とは異なる部分であったりとか誤解を生む話し方をしていまして事実と異なる部分っていうのは何ですか今の現在まで家賃・光熱費その他ものもの全部俺が支払っているにもかかわらずあいつは辞めていくこれは僕は1年間ちょい家賃支払っていて生活費も支払っているので事実とは異なるんですよいやいやまあその一定期間だけだろうっていうことを言いたいのね君ははい他には何かありますかす、ね、着物さんが与えた仕事をやらない いうふうふな情報を持っててましてこちらはそのありがたみから仕事をもらったことっていうのは一切なく実際にしていたのは自分の動画の作業なんですよ。僕がイベントだったりとかツイキャスのお茶枠で得た収益っていうのは全部が全部ではないんですけど、うん、着物さんにパーセンテージはその契約上渡さなきゃいけなかったので渡していたんですよ。なるほどにもかかわらずその着物さんの配信上では。 まあいつは利益がなく、うん、うちには1円も入っていないというふうな言われ方をしていたんですなるほどね、はいまあ、その言い方はないだろうと思うな確かに本当ならねあのよくわかんないんだけどあなたは契約はもう解除したんですか現在してないですね契約解除してない専属契約者の話を代表が配信で文句言うてやばくない、はい、<laughs> え契約書でさお互い言わないみたいなのないのあります 秘密保持契約にお互い秘密を守るというまあってことはじゃ先に着物が破ってるってこと昨日の配信でそうですねまあでも君がこうやって上がってくることによって、まあ、お互い破っちゃったみたいになったけどねそうですね、うん、着物さん自身自分の都合のいいように話して僕が完全悪者状態で僕の意見など一切配信上に あげず、説明していて、うん、着物さんによる。いや、僕はこういうふうに伝えたじゃないですかっていうふうにお話ししたんですけれども。うん、高圧的な態度でまくし立てられたりとか、脅しをされたりとか。脅し、それなんですか。例えばなんですけど、これは録音あるんで証拠を出せるんですけど。やばいぞ、バイラ、どうする。わ国お前の裏でやっていることだから、全部。うんうん 出しっっててもいいいんだぞっていう別うに言われました悪いことしてないんですけれどもなんかそういった、まあ、もう一度俺が訂正配信をするのであればお前の裏でやってきたことなど全部話さなきゃいけなくなるっていうふうに言われましたその秘密保持契約の部分も僕聞いたんですけど着物さんに言わない理由はお互いに秘密保持契約を結んでるからじゃないんですかっていうふうに聞いたところ、うんうん、そもそもオツとコウの関係って違うから俺が言う分には問題ないよっていうふうに言われたんですよ何を言ってるんだ着物は。 あれ両者だからねは,はい弁護士にも確認したんですけど、うん、両者だったんですよで僕が今日配信で、うん、せめて自立だけにでも説明はしたいと思って配信を撮ったところを着物さんも配信を同時に撮って、うん、あいつは嘘ついているだのどうのこうのっていうふうにねじ伏せようとしてきたってことね <laughs> はいわかりましたまあちょっとじゃあ一旦着物の話も聞きたいんで着物も入れていいですかはい大丈夫ですさあ一体どっちが正しいのか まあ前提として契約者の話を表でやってる着物はやばいと思うけどね普通にだって虚言癖の突射じゃねえんだぞ相手はちゃんと契約書をまいてる人でしょ言ったことないしな俺そんなてか言っちゃダメなんだよそもそもそういうのはまったくっ着物さんどうなってんのこれは <laughs> すいません何かご迷惑かけちゃって巨職さんがですね着物さんに裏で脅されたとか言っているんですよ、えー 怒りがこみ上げてにそれ言ったことあるんですけどいや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 でも言ってることなんかちょっと聞いてたんですけど、うん、視聴者時代に、うん、ちょっとこの言われようは悲しいあまりなるほどまあ僕が聞いた中でうんって思ったのは着物があの家賃とか生活費払ってた時のシェアハウスで巨、はい、職さんの部屋に誰かは聞いてないけどなんか人が入ったっていうのがまあ何回かあったっていう。はい、それは僕い 会回だけ、彼って予定が分からなくて報告、連絡、相談がまじでほとんどできなかったんで普通、うんうん、に確認のため不眠症とかすごい精神的に疾患があるって自分で言ってたんで、うん、すごい心配していろんな人が、うん、あ大丈夫、今日いるのかなって確認しに行って、まあ、ノックしてたんですけど、うんうん、ノックしただけってこと部屋に入っっててないってことあノックしているかなって言ってでガチャって開けて閉めたんですあいないんだって思ってガチャって開けて閉めただけ、まあ、閉めまました 教職さんの話はなんか部屋に入られたって言ってたけど、何回か。教職さん。それはど,どう、なんですか。一個、もう一個あって、<ー>ね、寝る時とか、どうしても布団がない時があって。うん、教職にちょうど家にいなかったんで、ちょっとごめん、布団借りたわって言って、一回だけ。あの、布団借りて寝たことがあります。なんでやねん。うん、教職さんの部屋勝手に入って、布団を借りたってことですか。勝手にっていうか、普通に報告はしましたけど。ああ、え、それはじゃ、教職さんオッケーって言ってるってこと、うん。これ、事後報告ですね。 証拠もあります僕はあ,あそこれは事故報告ですまあ着物ってちょっと友達感覚になってるんじゃないのだからあ,あまあそうですよねああこいつに結構思い入れがあったんでしょうああ、まあ あ、うん、そうそうらしいですね。はい、<な>すみません、すみません。あと、なんか言われてることなんでしたっけ。えっと、二十四時間監視生活で、えっ、ー、と、ディスコに音声ありで、二十四時間入っとけって言われたっていう。あ、それは彼が仕事全くしないんです。仕事っていうか、彼ちょっとよくわかんないこと言ってるんですけど、全く活動しないんですよ。ほぼ、ほぼほぼ,ほぼ。 この生活を全部、まあ、お金も居住も他にもねお金を貸したりとか個人のお金で、うん、ほとんどそれを見てたんですけど動画投稿をしないんですよ全くしなくてはい、はい、それがもうひどくて今のうちまでこれ<っ>実際させてたの いいいいや、さささせせせてててななななでです、させてないですあ,あさせてないのなんか音声ありの証拠って言ってたんですけど巨匠君活動しないからそれで冗談で24時間それ入っといた方がいいんじゃないのっていうふうに言われるんだったら致し方ないかなと思いますけどそれはさせた覚えないですね音声の証拠じゃないんですけどはい PDF としての証拠がありましてほうそれでもさせてないですよねさせましたっけそんなことさせましたえ二24時間入れって言ったんですか っていうのは言われました。入ってなさい。それ。え、それで、ちなみに、あ、やって監視体制みたいなのついてたんですか。監視じゃないや、それっ言われただけで、実際はやってないんか言われたってだけですか。言われてしました。一週間だけなんですけど。一週間。あ,あ、二十時間監視生活が一週間あったってことでしょはい。それ着物、それ大丈夫ですか、それ本当に。で、僕が全部指示したっていうわけの、あれではないですけど。彼は。 単純にに、まあ、本当でできないんですよ動画とか活動がこんだけいろんな人たちとか、まあ、もちろん会社の人とかも全面にバックアップしてあげてるのに本当にやらないんですよどんだけ言っても断るごとに全部を言い訳にしてやってなかったんでじゃあもう厳しくした方がいいんじゃないかっていうことで監視まではいきませんけどそうやって怠けちゃうのであれば。 自分で入ってや,る、うん、やった方がいいんじゃないっていう話はしたかもしれないですけど、<laughs> それ以上、完全にやれとは言ってないです、ね、冗談かなんか分からんけど、こういう発言しちゃうと、結局こうやってあの表で言われたとき困る、はい、着物だからね。いや、そうなんですそれ分かってたんですけど、うん、それでもあのやってあげたかったんであの、本当、しかもそれも1年半で1回とかだけなんですよ、多分でも24時間入って、強制的にやらせるっていうのも、結局やらなくなりましたし、や,やっぱやってたんじゃねえか、お前。いや、分かんない、正直そ、それは、PDF の証拠見せてもらっていいですか。 なんから今来ましたよ。証拠が。<laughs> お前、これはやりすぎだぞ、でも。あ、これ違います。全然違いますよ。これ。これ,これ証拠じゃないです。やっぱやってないっす。これ違います。これは、虚飾くんができなかったものを、うんうん、うちの、その。マネジメントとか、そういうのを、やってなかった人が、うん、あくまで仮として。こういうルーティンワークをすればいいんじゃないのっていうのを、ロードマップにまとめて。提案してるってこと。そうです。 やらせてないです。これいや提案おかしいなと思いました。提案もやばくない。24時間監視生活の提案をするっていうので、24時間の監視生活ってこれ pdf に書いてあります。魚食さん、これどこに書いてあります。一人でもディスコードに入るっていうのは、業務開始時に書かれていますね。一人でもっていうのはえ拒、ー、食くんじゃないですえ。ちょっと話おかしかったですね。すいません。僕あのー。 すべてを管理できているわけじゃないんで言ってなかったですけど、うん、あの24時間監視生活ごめんなさい断言できますさせてません1人っていうのは拒食に携わる人が1人でも入って業務の開始を宣言するっていうことで書いてるんだと思いますた確かその認識でした言います、ね、じゃあすみませんその24時間やったっていう証拠を出してもらえますか、はい、それのそのチャットでのやり取りサーバーに上がっていないだろうの証拠今出そうと思ったんですけれども、はい、僕と着物さんが共有しているそのサーバー 今大会させられてましたああそれはだってね、えー、こういうような配信するからそれはね違 <laughs> 反行為ですから昨日の時点からしてますけど橋力さんそれディスコードのサーバーには残ってるんですか証拠がそこにチャットのやり取りがあったのは確認してますけどうんでそのスクショは自分は持ってないんや今そうです、ね、見知られますよでも、まあ、じゃあそこのなんか該当する部分みたいなじゃあ気持ちょっと送ってみてよあこんな感じです これやったのが多分一1か月半ぐらいだと思いますこれできたのがまあこのやり取りだけ見ても24時間監視生活していたかどうかわからないけどここに関しては本当に僕の落ち度なんですけれども、うん、そのサーバーに上がっていたという証拠がないというふうにお伝えしていたかじゃ24時間ずっと1人でサーバーに上がってたのミュードにせず嘘はやめよううじゃないですか虚色う嘘はやめよ,あの嘘はやめよもうごめんねあんま強く言いたくないし覆われることも嫌なんだけどあのやめなもう嘘言うの。 自分の都合のいいことだけ言うのやめな、もう着物さんがですよね、昨日の話し合いとかでも、僕が説明しようとしたら、<で>着物さんすぐにかぶせて、巨色、うん、改変すんのやめろみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、改変してるよね、今の話も、だって、いや改変してないです、じゃあ、24時間の証拠出して、<だ>証拠がないのに、論はだめだと思うよ、それは改変してるよね、話を。 これなんですけど起きてから寝るまでの間なんでそもそも24時間じゃないっていうことですだってそうじゃないですかやってますよね24時,24時間ではないってことね結果的に起きてから寝るまでそれは違うよね24時間っていうのは僕がそういうふうにやらせて24時間ずっとサーバーに張り付きでやらされてるっていうのはあるけどじゃあそれで結果的に動画を投稿してたのできなかったよねそんだけやってもらってたのにみんなにみんなも嫌々で入ってたからねそんなこと言いたくないのにそれってどうなの今言うのは違くない それすごい悲しいよなんで24時間って拡大解釈するのえでも起きてから寝るまでってなると相当な時間だと思うけどそうですねそして配信外だけそこのサーバーからは出ると、うん、いう形でしたねそれが24時間監視っていう言葉になるんですか、はい、まあか言い方は確かにあるんですけどううです、ね、細かいけどあじゃあそれはやってたんじゃないですかねまあできなかったんでやったっていうことになってたし、ね、<笑><笑>それが問題あるって話じゃないの巨職くんこれ問題あるんですか 起きてから寝るるまでで問題あるでしょうえ今まで1年ぐらいずっと好き勝手やらせてて投稿、うん、しなかったのにそれをあの自分どんだけやる気出させてあげてもダメで、うん、タイムカードと同じ意味でそういうふうに区切りした方を強制力をつけた方がいいと思ってやっててダメ、うん、だ,だってだからそれはもう着物猫だよだ,だ,ってだって動画勝手に上げないからつってじゃあ何やってもいいの いやよくないですよなので、結局それ、配信になっちゃいましたよね、だからもうそこで契約切るなりね、関係切るなりすればいいだけの話で、ああそれはそうで僕こを無理に監視までしてやらせるっていうのが、だからだめなんじゃないの、うん、もちろんそうですね、確かに、それはそうです、ええそ。そもそも僕がこれを出したのって、今日なんですね、るまで違いますねあの、配信でって言ってください、ちゃんと。そのの配信でででっていうのは何でなんですか、はい んだってあなたが一番最初に勝手に何も言わずに引っ越しますって言って、はい、そ,のそこからだよね、始まりはおとといと言ってること全然違くて手が勝手に動いて契約してたって言ってたのを再三相談したのにもかかわらずっていうふうに言ってたのはなんでそれなんで嘘ついたの、そこ嘘ついてないですよね嘘つもうやめて、もう本当にやめてほしい、ね、本当にやめて虚言はそれ虚言だよね、自分でも分かってるよね、ねな,なんでそれ,それ言うの、そういうこと。 全然話が違うんだよお前が違うんだよ、ね、<laughs> やめて本当にみんなもう傷つけんの会社の人間傷つけんのやめてねら着物さこれ根本的な話なんだけどさ、はい、この人と契約結んでるんだよねはい契約結んでるのは何でのトラブルがあったら配信で言うのえそれはあっそ,それは私が悪いんですでもでもっていうか聞いてくださいこれは、はい、契約違反をしてるのは僕が先って言ってたと思うんですようん 秘密保持契約の部分に関してです。ですうん、え、じゃないです。えー、っと、それちゃんと言わせてもらいます。この人二回契約違反してますよ。何?。それを脅迫って言われてるんです。僕たぶん。違います。プライベートな件を話すっていう,ふうにて。プライベートな件は中身は何?こ。ここで言う必要性ってなくないですか、ね?。え、ね、それって言われて当然のことだよね。言われて当然。プライベートな件を配信で話すのって当然なんですね。プライベートで一番重要な部分だよね。じゃ、あ応領したことについては言った?。 横領応領になる可能性があることをしたのはあ自分でも認めててそこで確かにっていうふうになったよね横、うん、領がある可能性と横領したって全然違くないですかこれは横領じゃないの、はい、まずあなたが稼いできたお金で手元にある70万とかのそのくらいのお金をまず最初に会社に入れなければいけないのに自分の経費として使い込みましたこれは横領じゃないの応領という言葉で言うのであれば違いますねじゃあどういうこと 横領って会社のお金を使うことなので、うん、そ会社のお金、ね、でお金であれば、ね、あ違いますそれは会社に一番優しい利用なので、そもそも会社の資金になります、独占で契約してるからです、それはいいのじゃあ、仮にそこが横領になったという話で進めたとして、うん、違う、そ,そ,<の>そうだよね、横領だよね、横領だと全く思ってなくて、うん、思ってないけど、やってしまったことは横横領領だだだよよねねその着物さんんがまず僕に言っっったことっててて違う確認をしてるんだけど横領だよね。 なので僕は横領だとは思ってないですっていう説明をしたいんですけどうんかりましたどうぞじゃあ横領と思ってないっていう説明をしてくださいえ、はい、自分で稼いだお金ですか教職さんその70万っていうのはそうですね自分で稼いできたそのイベントなどで利益が上がったお金ですね利益が上がったお金をうちの会社では全部一旦会社に入れてるんですよそこから明細書を出してから税金とかもちゃんとしてから払ってるんですよだから会社の売り上げになるんですよ一旦 それを会社のところに入れずに自分で使ってたってことそうですそれは経費なんで僕に言ってくれれば払ってたんですよ、うん、でもそこの部分を使い込んじゃったんですよあの承認なしになるほどねまあそこは知識なかったんでしょう、はい、まあでもそれは申告しないとだめだよ教職さんここ,、はいえっと、ここの話なんですけれどもそれその最初着物さんとの話ではそのイベントで稼いできたお金はすぐにでもなるべく多くその支払い返済に充てなさいっていう話だったんですよ、うんうん、ほう それで僕は、うん、あ分かりましたと着物さんに言って、うんえー、入ってきてすぐに返済支払いに当てたんですよそれって会社に入れて自分の懐に来た時にっていう話じゃないですか普通にそれを拡大解釈してるんですよそれを懐にと伝えるのとうん、うん、入ってきてすぐにっていうのってまた意味合いが、うん、あなたは会社のお金を横領でその借金返済に当てたってことで、ね、知識がなくて そうだよねでもそれもそそれこそ拡大解釈ですよ、ね、拡大解釈じゃないです、やめてください、あ,あなた横領してるんで、あのそもそもで、それを僕、あ確かにそれ、知識がなかったからねってってあの、なかったことっていうか、まあ、分かった、帳尻合わせるよってことにしてあるんですよ、いつの話なんですか、ね、結構、2、3か月前ぐらいじゃ結果的に、そこで話、解決しているのにもかかわらず、うん、それを横領っていうふうに契約違反は契約違反じゃないですか、契約違反より、なんならもっと重大じゃないですか。 だから契約違反を先にしている方は事実としてあなたにあるのに契約違反を最初にしたみたいな言い方するのは違くないって思うんだよね、うん、でもう一つあるよねプライベートなことってそれっていいことなのこれごめんなさい、これんさいこれれあえて言わないでもいいですかちょっと彼の今後に関わるのでごめんなさい、あのー、もうそのうう言い方が脅しじゃないですかこれを脅しって言われてます。 それを昨日の話し合いで、うん、まあ間違っている部分、はい、俺が訂正してやってもいいけどその代わりお前のプライベート全部話すからなっていうふうに発言していたじゃないですかうんもちろんそのプライベートを話すっていう部分に関して僕は脅しだと捉えたってことですうん、うん、そうなんですかいやまあでもそれはそうだろ基本のその言い方は脅しだろ えでも、今までやった散々のこととか自分たちの不義理のことは全部許されるんですかね、僕だって言えること全部ありますよ、なんならさっきの横領の話以外にもいっぱいありますよ、でもそれはいいんですかね、それは僕らがぐっと我慢してこらえていや、もちろんよくないけど、代表者がそれしちゃだめだよねって話は会社も、もちろんそれはその通りです、だから経営者のとしての差異がなかったです、僕は、判断がミスってました、<laughs> それはもう正しいです。往留してたら即切るけどね そこは僕も知識なかったので、申しし訳ございませんでした、うん、昨日この話って、実は、明け方、飲みに行ってるんですよ、うん、で落ち着いてるんですよ、話自体、うん、でこれ以上、火種を大きくしない方がいいねっていう形で終わってたつもりなんですけど、もちろん僕が先出しで配信で言ったのが全部悪いんですけど、これが終わって、あることないこと言われてるんですよ、うちも。うん、ただ、動画を投稿してほしいという、数字を出せなんて一言も言ってないんですよ。それででもやらなかったできなかかっったたき、うん っていうのを最終的にこういうふうにすべてあったことなかったこと言われて言われるのは何ですかね。引っ越しの話とかも顕著じゃないかなって思うんですけど。引っ越しの話は前々から相談して,し,、ね、してないでしてましたね。してないです。証拠出してください。お願いします。証拠お願いします。もうやめよ。虚言は。それ絶対言いますよ、ね。あ、うん。虚言なんで。 なんで俺らがこんなめちゃめちゃやってきたのになんで言われなきゃいけないのか理解できないんですよいやでひどくないっすか普通に押し付けだって着物だってこいつはやる気ないんだからさやる気ないやつに言ってもさしょうがないじゃんその通りなんで今俺怒っちゃったんだろう <laughs> ちょっと情緒どうなってんだよ横、うん、領っていうふうに先ほど言ってたんですけどまた言うかはいその4月のライブのお手伝いあったじゃないですかあはいはいなんか支払いができてないっていうのを確認中ですすいませんそれはヒューマンエラーです <laughs> 8月、8月、9月の明細が出てないのはなんでですかえ、ごめん確認しますそれ明細出てるかどうかすいません,ん私の管轄ができてませんでしたともう一つ、着物さんも昨日の配信で言ってくれてたと思うんですけれどもその着物さんに多額の300万、400万、500万の借金をしているっていう話あるじゃないですか、えー、あ、ネタとしてですねはい。これ 1> <え>約1年間にわたって居職は僕に 約300万から500万の借金をしているというふうに言っていたせいで、今、すごい僕が着物さんに借金をしているという、間違った情報が出ているんですよ。あネタで言ってたやつですね、配信であ。それが嫌だったってことですね。あそれネタなんだ。あネタですよあの、ガチで言ってないですよあ。なんかさっき、俺のところで倭国が、ですねこいつは着物ぐらい借金してる薬、何ふざけたこと言ってんだってめちゃめちゃみんな、もうほとんどの視聴者は分かってると思いますよね、ああ、そうなんだ。いや、あれはガチでしたよ、完全に。 あそうなんす、ね、ですん借金はないという、はい、ないですあ、赤字は赤字ですけど、ないですふんふんふん巨職さん、どうしましょう、これ、まあ、今ひとまずなんか、訂正できるとかしたと思うんですけど、まだ契約もしてるんですよね契約状態です、はい。うちから出します、こちらのこの弁護士と話し合って、結んでもらいます、弁護士同士で、その契約解除の通知書みたいなのを取り交わしますね。 いいんですか、教職さん、それで。でも解除したいって一緒あるんですよね。あ、あります。この場で、そのお約束、お互いにすれば、問題ないのかなって思いますけど。何の約束ですか。えっと、契約解除。についてですね、うん。弁護士なんか挟まなくて。あ、いいですよ。僕は契約解除通知作りますよ、うちで。どうですか、教職さん、もう何かあります?。すみません、あと。名前の部分なんですけれども。えっと、教職という、この漢字での活動は、もうできないのは、契約書。でわかるんですけれども。 漢字だけでも変更すると法定的にも一般的にもその芸能界でもよくある話だと思うんですけど政府じゃないですかあそれは契約書にもその明記されてなくていい、ね、弁護士の方に相談した時もそれは政府っていうふうに言っていたんですけども、はい、ああじゃあうちのちょっと弁護士にも聞いてみるんではい以上ですいませんありがとうございますじゃあ教職さんは一旦落ちてもらってはい、はい、ありがとうございますはい、はい、失礼いたします着物のせいで甘いとか言われてるぞまた俺が もう,いやもう本当につらい。ちょっと意味がわからない。なんで俺こんな言われないかんやる気ないやつに肩入れするなよ、でも。うん、着物の良くないとこが出てるね。だから従業員のこと言っちゃだめでしょ、社長が。社長の方がだって立場上なんだからさ。裏で解決、ね、しなきゃいけないんだよ、どうしても。どんな会社だよっていう。ここら辺の内容に関してはもうわからんから、だって。本当のこととはぶっちゃけであと 俺があの場にいるだけで、虚職くんはいつもよりは、あの、着物に意見が言えるからね。だらあ,れあれは俺がいるだけでね、いいんだよ。俺はそういう力があるのよ。でも着物、そういうあれやってるんだね。ビジネス。俺も始めようかな、それ。俺もなんかやっぱ配信者育てていこうかな。どう皆さん、俺の事務所入るっていうね、やめとけって。やめとくわ。他人に期待するのは良くないんだよ、でも、本当に。着物は期待しすぎたんだよ。俺らがこんだけやってんだから、こいつはこれぐらいやるだろうっていう期待があったの。 それ平然と裏切ってくるから。才能ない奴は。教職くくんには申し訳ないけどね。やらなかったっていう事実はあったみたいだから、他人に期待しすぎるとこうなるよねっていう。でもその気持ちはすごいわかる。てか、そもそも俺みたいなおっさんでもこんだけできるんだから、若い子はもっとできるだろうってやっぱ思っちゃう。でももうそれが違うんだなっていうのがわかったわ。それなぜか、俺が天才だったんだ。だ俺は天才やからこれができるわけで、他の奴は凡人やからできないんだ。そこを分かってない、着物は。 着物はある程度才能があるわけよ。なんだかんだ。俺たちは天才だからこうなっとるんだ。分かったか凡人どもが。何身内に甘えて、なんて言えばよかった秘密保持契約違反者のクソ貸す契約者って言えばよかったってこと契約者、経営者って言えばよかったってことお前も違反してんだから、一も二も関係ねえんだよ、クソ、ボケ、ぶた返るって。そんなん言っても、だって着物がさ、なんか俺たちはさいっぱいやってあったのに、うん、なないっすよ。 俺たちはどんだけやったかなんか言うんだもん。ブタガエルが言わなきゃいいって話。最初から従業員の話を。俺は一切言ってないからな。なんかあのコメントでワイテレビのグリって出てるって言うけど、ワイテレビ従業員じゃありません。チーぷぷぷぷぷププ。何着物泣いてる？はい。 まあ、悪かったとこもあったわけでいやもちろんあります、まあ、もちろんあります、ね、それでねまあ多分お前もさ本当はもっと言いたいところもあなんか聞いたことある、ねはい、おっさんの声 <laughs> するけど、はい、みんなで、ね、飯食いに行こう着物また泣いてら豚がえ、ね、るが、ね、泣き虫だ泣き<の>物ほんとすぐ泣くんだこうやって自分が悪いくせによん <laughs> で自分が悪いの泣くんだよでもねもうこういうねなんかねできるやつはねもう本当ねパワハラになりがちなんだよだ俺もそうだもん ほんとに。だから俺も気をつけてる。マジで。パワハラになるから。何着物泣いてる着物全く少なくな、こいつは。この豚ガエルが。一応あだ名なんで着物の。あーで、僕はただの豚です。はい。ああ、僕豚マイクです。はい。すいません。